こんな風にみんなこうやって、すごくない？これとか。なんかね、村々がこう発展して、なんか知んないけど、いつの間にか、なんか、あれ？なんか見たことあるな、つって。なんだあるんだっけな、つって。うん。ちょっと、上から見るとまた面白いね。こうやってマイクラって。ドラクエみたいじゃない？ドラクエの街だよね。こうやって見ると。上からやると。ファッキューすごっ。ファッキューマソマソって。例えばなんか渋谷定点カメラみたいにして、リアルタイムにこうやって街がこう作っていく様とかもこう見れるんだよね。ブロック置いたらここに反映されて、つって。うん。せっかくだったら2ヶ月間借りて、俺さ、パソコンもう1台あるからさ、あのパソコンもう1台の方で、スペクターモードつってもわかんない人いるかもしんないけどさ、透明人間になって、ほんと渋谷定点カメラみたいな感じで、あの見下ろしながら、なんかこうやって、例えばなんかポケモン、ね、作ってみるみたいなさ、でもいいし、なんか、それがオープンレックに24時間365日常に放送されてる状態を作ってもいいなと思ったんだよね。ノートパソコンで、下の、リビングの方にマイクラログインさせてずっと放送させて、俺は俺で、自分の放送はするんだけど、ここで。そう、NHK の、なんかそう、まあ、NHK とかでやる、こう、定点カメラだよね。で、まあ、セキュリティはすっごいしっかりしてるから、チーターとかは絶対入れない風になってるし、で、もしなんか、家を壊す行為とかをしたら、すぐもうバンされたりとかするシステムになってるから、まあそんなにね、多分荒れることはそんなにないと思う。わかんないけどね。うん、なんか、韓国の国旗なんだよね、真ん中に。意味わかんねえと思って。うん。意味わからんって。月曜日に一回ちょっと、そのためにはいろいろ準備が必要でさ、まあまず安定して動くのかっていうので、ちょっと、ここにサーバーアドレスを貼って、で、ちょっと、まず100人が稼働するのかっていうちょっとテストをしたくてですね、まあ本当に30分ぐらいの枠でちょっとやらせていただきたいなと思ってますよ、うん、みんなでクソでかい穴掘るのがそこにアビス作る、ああいいね、あアビスいいね、何言ってんだこいつ、ほらなあ、なんだなんだこれ、なんか好き勝手言ってるぞ、なんかうんうん、コリエイティブ？何言ってんだ？今、同時接続されている人数の3分の1ないし、それ以下ぐらいの形で、寝たら、要はだから10人いたら、3.3 人ぐらい、まあ4人ぐらいが寝たら、夜が、明けるみたいな、そういうモードにしてて、まあその方が多分、うまくいくなと思って。じゃ、ヤマタノオロチさんがめちゃめちゃ有能なの。本当に。でね、俺正直ね、ヤマタノオロチさんからいろんな提案があったんだけど、俺ちょっとなかなかやり取りができてなくてさ、ヤマタノオロチさんが、いやもう、しびれを切らしましたって。布団じゃあ飯行きましょうみたいな感じで。で、飯行って、ヤマタノオロチさんの思いの丈を聞いて、で、俺もこういうことやってみたいんだよね、みたいな感じで。話したら、二人とも熱くなっちゃって。助けてください。無理やり作らされました。おい、マジか。そうなのか。布団ちゃんに脅迫されてます。俺たちは働かされてますね。布団ちゃんに脅迫されてます。来てください。おい、そればかりは言うなっつっただろうが！サブスクの皆さんにちょっと手伝っていただいたマイクラサーバーなんですけど、あ、どうもどうも、こんにちは。はい。こんにちは。奴隷たちを解放しろ。お、なんか、おい、サブスクのみんな、なんか、いつもなんか、いいな、なんか、なんか、なんで配信つけたら急になんか、とんがり出してんだよ、おいなあ、なんでお前、意味わかんねえだろ、なんでうんこ投げてきたんだよ、おい、ちょっと、ざ、約束とちげえじゃねえかよ、ちょっと、いつも俺たち仲良くしてたじゃねえかよ、なんでこういう時だけ、こういう時だけいじめんだよ、なあ、なあ、ちょっと、マジで、マジで切りかかってきてんじゃねえかよ。なあ、ちょっと待って、マジで、ふざけんな。おい、なんでこんな落とし穴作って、お前。ほんとに、ちょっと待って、ほんとに、いつもと違うじゃねえかよ。なんでだよ、これ。出なきゃ、出なきゃ。出口がわかんない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 、これ。
マキューシューティングマイヤー、おふざけんな、お前な、俺の知らねえ、俺知らねえ、そこまで知らねえ、あんたマキューシューティングマイヤーってふざけんじゃねえ。クターモードにしてエンター、よし OK できた。でこれで多分、ね、見えない、俺のことは見えなくなる。で一応まあ、ね、イメージとしてこれでスペクターモードで定点カメラみたいにすれば、こう割とみんなのさ、こう人たちが、いろんな人たちが遊んでる風景みたいなのがこうやって見れるわけですね。こうやって。すごいね、これ。すごい。で、これ、多分ね、これを、このスモモンのブロック作るのも、ここのさ、多分ちょうどこの辺だったかな、これこうやって。羊毛ブロックを繁殖してるんですよね。これこういう前からやったことないから、すごいびっくりしちゃった。ビルダーズのゴルドン酒場再現した。え、それどこですか、それ。ゴルドン酒場。ゴルドン酒場の前に、まず、すごいですね、これ。え、なになになになんか、なんか燃えてんだけど大丈夫、なんか、燃えてんだけど、これ。なんか、すごいな。キャラコンうまいな、これ。うん、こうやって。マニュアル。ミジュニア。これ遠くから見た方がいいんだよ、これ多分な。首刈られてるわ、これ。多分エアカッターで首刈られてるやつだ、これな、うん。で、スモモーンと。あとペンドラー。あとはトリバード。すごいよね。どんくらい作ったのって、1体2時間ぐらいかかるんだって、これに、大体。まあ、多分それは別にあれだな。本当に普段作ってない人で、ドット絵見ながらやりましたっつ。やらされました。ふざけんな、お前。ふざけんな、お前。やらされましたじゃねえんだ。これすごい、これ、闘技場。これね、俺のね、やりたいなと思ったら、私たちは変わりました。ふざけんじゃねえ。ここにさ、ウォーデン置いといてさ、戦わしたいんだよな。ここに、地下闘技場みたいな感じで。ここ。かっこいいよね、これ。こう。何この、こういうのなんか北朝鮮とかありそうだよね。こういうおっきな感じでこうやって見られながら、なんかわかんないけど、戦う場所。たたたたたたた。屋根が切るやつ。あ、これか。これか？ああ、ほんとだ！ゴールドンだ、いる！すげえ！ほんとだ！ゴールドン酒場だ！すげえ！うわー、すげえ。すごいね。でもなんかこういうのとかもセンスあるよな。これわかんねえ、知らんやったもん、こういうの。これなんかね、ソープがあるっつって、確かね、俺聞いたんだよな。多分これがソープなんじゃないかな。このハートが書いてあるところが。これの、多分ここじゃない？なんだこれ。あ、ドンキーコングだわ。ここじゃないですか。あ、ほら。50分1万6000円。70分2万1000円。90分2万6000円。何くれたのこれ。ん？あ、ここに入ると。ははは。これな。だから、女の子と一緒にこうやって入ったりして、まあ、疑似マイクラで、うん、疑似マイクラでこうやって、このベッドでさ、こうやって、ね、一緒になんかいろいろできることも可能なんじゃないかなって感じます。なんだ？どこで流れたんだこれ。 Make me happier more ですか今。これどこでどうやって流したのこれ。どこで流したのこれ。ここか。 Make me happier more、 笑ってほしい。あ、すげえ。あ、すげえ。すげえ、これがボタンなんだ。
すげえ。ハッピーハッピーって作った人がこの絶望さんなんだな。ああ絶望さんすげえ。すげえ喜んでる喜んでる。これ俺も押したい。ポチッとな。どこで流れてんのこの。あここがこれが音符ブロック。ああすげえ。レッドストーン回路で作ってんだ。その笑顔、うん、ルンハネ、ほんと幸せ、すごーさ、じゃ、あれ、なんかみんな優しくねえな、今日なんかな。なんかちょっと違えんだよな。なんかちょっとなんか違えんだよな。どこで流れてんだこれ。ザナルカンドの回路ここにあんのか。なんかここでつって神にあがめますかってこうやって言ったら流れんのか。あーなるほど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 。よく考えたなこれ。そっか著作権に配慮するためにちょっとずらしてんのか音は。すごいねこれ。本当にさ、高田健さん、本当にごめんなさい。あの、高田健さん、本当にね、本当にごめんなさい。なんか、いつも。魔球シューティングマリア、誰やねん、俺。いつも、ごめんなさいじゃない。ありがとうございますだな。あ、いいよいいよ、大丈夫だよ。これすごいね。ご存知ですか？桜は韓国原作、なんか、あっちや、火つけんなって。ご存知ですか？桜は韓国原産です。これさ、俺が燃えたら、これ火、あれじゃない？危なくない？これ大丈夫？あ、そうなんすね。そうなんだね。低矮地下労働所。朝鮮総督部町田支部。不法滞在の韓国人は今すぐ祖国へ送還せよ。ブリーチジャパン。なんだなんだなんだ。イギリス町田市地図。そうここ町田市です。ここ今ちょうどだから今作られたやつがこうなってるわけですよね。これね、うん、これどこで流れてんの。アゴバンゲットか。アゴバンゲットだ。でででてんてんで、これ喫煙所ね。そうここでなあ、俺タバコくれんのか、ありがとう。何してくれて、ピアニッシモなんだこれ。ああ、何これ変えられんだこれ。マイクラってこれすごっ、すごっ。あれこの人が多分タバコのくれるんだ。ここに来たらみんなにタバコくれる人なんだ。すげえすげえ、再現度高くないこれ。すげえ、なんだこれは。なんか手に入んねえ。だってお前それは言っちゃダメって言ったじゃんねえ。それだけはさ、隠してこって言ったじゃん。それだけはダメだってば。それだけは本当に包み隠さずさ、隠さなきゃ。それすごいね。でもこれいやあのさ、ちょっとこのちょっと待って、いつもやってるじゃんじゃねえんだよ。ちょっとあのね、ちょっと、いやそんなことないですよ。そうそう、本当にそんなことない、そんなことないです。おお、どうやって連れてきたのここまでイルカ。どうやって連れてきたのこれ。すげえ、ちょっととんでもない努力したんだろうな、きっとな。名前はガンボルトです。おめえだろ多分いつも。
エールで、URL 送ったやつ。まあ、ちょっとこれは本当にね、何も、テーマも決めずに、自由に遊んでるっていう形なんだけど、まあ、ちょっとなんか少し、オープンなものにしてできたらいいなっていうための、ちょっとプレイだったんだけどね。じゃ、待ちだ。俺ね、なんかね、感心しちゃったやつが、これすごい、これ。卵キャノン。これを、卵がこうやって、出てくんだよ、こうやって、卵キャノンつって。で、卵がこう勝手にこう投げ出されて、割れて、勝手に、鶏が生まれるっていうさ、鶏が卵を産む。で、その産んだ卵がこの、ホッパーの中に入る。で、それが勝手に上に打ち出される。で、卵が割れる。確率で鶏の赤ちゃん、子供が生まれるっていう、もう、自動でこう、永久期間なんだ、これが。そう。永久期間。うるさい。こんなに、知識の差でこんなに、だから3日でこれやってんだぜ。すげえよ、ほんとに。まあ、という形です。で、ちょっと、ね、月曜日に、また、あれをするんでね、ちょっとこう、テストで、ちょっと皆さんのお力を借りて、100人入って軽いのかっていうテストをして、でそっからちょっとまたなんかね、ゆっくりゆっくりと、なんかこんなことしたいなと思ったらテーマを決めて、でも、アビスいいなー、やっぱ、うん。アビスいいなー。掘ってな、掘って、掘り出して、わあ、でもイメージできない。どんな風になるんだろう。いや、サブスク限定じゃない。ただ、ちゃんと、たぶんほら、サブスク限定っていうか、誰でも OK ってなっちゃうと、多分変な人がいちゃうのと、あと100人までしか入れないから、ちょっとそこら辺はちょっとうまく厳選したいなと思う。うん、こんな感じで定点で、ちょっと見ていきたいなって思うんですよね。うん、まあ、もしね、気軽に、サブスク限定とかにはするつもりはないんで、今はちょっとそういう形でやってるけどね、またちょっとどこかでできたら、振るってご参加していただけたらと思います。俺ね、あれでもいいと、俺ね、これも面白いんだよな。ポケモン151匹作ってみた。これ、ワクワクするわ。これ、ポケモンたちに囲まれる村みたいな感じでさ。さあまあ、こんな形で、やっていきたいなと思います。